UG って何？に対するみんなの反応。うまるこゲリゲリ。うまグレートでしょ。評価点19244。まさか UF とか UE に上がっていくのか？つまり USQ まであるってこと？これかなり初期に貼られてたけど知らない人多いのか。そんな上まで用意されてるの？こういうのは使う想定なくてもあらかじめデータ入れておくもんだ。どれだけの期間やるかわからんしな。俺の最高ランクが載ってないぜ。アンリミテッドやろな。USA。まず S プラスすらできないんだが。天井高すぎだろ。パワプロの PG ランクのパクリ。というかこんなとこまでパクってんのかい。これだけランクあるならあと3年はインフレに耐えられそう。SS まで無課金で到達する方法が出回ってるよ。頑張れ。ああいうのまず適正な因子用意しないといけないからまずそこが無理。まず S すらできないんだが。監督でステータス上限突破するサポか来るのかな。内部データ解析ではすでに1200上限突破用のサポ効果は用意されてるらしいな。A が限界だけどある程度戦えるからいいかなって。これさらに上となるとオール1200でも足りないんだろうな。スキル取りまくりでしても上限突破で始めていくんだろうけどまだ当分先の話か。たまに賢さ育成で S 行くぐらいだから未知の領域だ。UG ってあんまりかっこよくないな。位置的にプラチナなんだろうが。サポカの効果でステータス上限上昇効果があるのも初期からぶっこ抜かれてるな。スピード上限アップとか賢さ上限アップとかだったからスピード上限アップが完全に人権。怖い1年は来ないでほしい。根性上限アップ。これ最初に出そう。いずれ1枚でカンストできるサポカを全種類編成友人とか。成長率上限突破とかやれば到達できそう。UG まで行くことがあり得るサポカ性能や育成モードが今後実装されるんだろうか。見たらドーベルの SS ランク多いな。賢さ育成しやすい適正だからねドーベル。U の G なら U の SS まであるのか。パワプロアプリで上限突破が出たのは3年目だっけ。こっちは次の育成と同時ぐらいできそうだな。というか青春の勢いでインフレしたら来ないとステータス溢れまくりでどうすんのって感じ。パワプロじゃん。パワプロだったわ。さすがに最初からスコア狙いって感じだな。短距離のリソースてだな金スキル増やせたら UG 行きそう。上限突破は初嵐みたいな緑スキルでやる方向だし。上限突破が来たゲームって、やっぱ課金で突破素材やカードを手に入れないと。PVP 無理な環境になったんだろうか？毎週新ユニット手に入れないと PVP ほぼ無理みたいな環境のゲームはしてたけど。まあそれはそれで楽しかったよ。何が怖いかって評価値だけじゃなくてステータスにもこの上のランクが存在する。つまり現時点の1200より上まで育てられることが最初から確定してるんだよな。そらまあ1200って数値が半端だしな。サポカもインフレしていけばそりゃあ捨ての限界突破しないといけなくなるしね。二つな条件だって1200以上って書いてあるし。いつか上限解放する可能性があるなら最初からできるようにしとくのが一番安全だろう。1200以上ってことは1300もあり得るからな。アンリミテッドゴリラ。もうすぐにでも限界突破が来そうだ。まあついていけない層は切り捨ててくだけだから考えてもしょうがないでしょ。定期的に課金されないと売り上げ維持できないんだから。1200盛るのも一苦労なのに上限突破したら俺はどうなってしまうんだ。今の時点で課金ゲーなのにこれ以上課金ゲーになったらもうついていけないよ。ちゃんみで上見ないでオープンで緩くやるとかいくらでも道はあるよ。インフレ来たらその分突アイテムとか配りまくるから大丈夫。正直今の方針見てるとそんなことするわけないように思える。そらまだ限界突破来てないからな。インフレってのはある一点だけで起きることはまずないから。どっちみち美課金でもインフレの恩恵は受け続ける。ちゃんみで上見ないでやるのって楽しいか？そこは人による。オープンでガッチガチに制限してやるの楽しんでる人もいるし。
まあそんなにオープン頑張ってもゴミみたいな報酬しかもらえんのだが、スピードは必須、パワー賢さはいる人にはいるとして、スタミナ根性は突破できるって言われても困るな。根性はもう少しテコ入れしてもいいと思うんだが、そうすると根底からのシステム変更で今まで育てたやつが全部ゴミになる可能性もあるんだよな。他芸でこういう根幹の変更やったのはあるんだろうか。北さん頑張って引いた後に聞きたくない話だな。再起は初めてか？対人しかコンテンツがないのに、その対人で手を抜いたらもう真面目にやることないじゃん。能力の上昇についていく気は最初からないから。ちゃんと対人のレーティング分けてくれればいいかな。言うても課金層が楽しく蹂躙できる餌は必要だし。美課金と廃課金の差がこんなつかないゲームなかなかないぞ。北さん代理監督持ってたらこのゲーム最高の環境で遊べる。無課金と美課金の差がつかない。じゃなくて？美課金と廃課金は恐ろしく差があるでしょこのゲーム。正直金ぶち込みまくってる方が精神的にきついよねこのゲーム。だんだんインフレさせるという鉄の意志を感じる。北さん以上のが来たところでどうせ北さんと併用するだけだよ。そんなこと言ってられるの今だけだよ。北さんが3、4番手になったら外す選択肢出てくる感じだろうからまだ先よね。サポカに煙突つける愚行だけは絶対の絶対にやっちゃいけない。ああそういえば2つ名の条件もスピード1200以上とかスタミナ1200以上とか書いてあったな。URA しかやらないからわけわかんない世界でよ。ちゃんみで上見るって言ってもプラチナ入りが上限だし、全国ランキングとかやるわけでもないから PVP としてはゆるっゆるにゆるいよ。課金っていうよりバージョンアップでのインフレに耐えられるよう最初から用意してあるだけでしょ。そのバージョンアップも青春みたいな一律底上げみたいなので課金非課金のバランスは変わらないよ。クリスマスと正月に備えて北さんガチャは鉄の石でスルーした。そこまで困ってないしな。北さんより性能は劣るけど上限突破できるスピサポカが2、3枚くらい来たらそっちに行くだろうな。なんで北ちゃんがもてはやされるかというと、スピードサポカは大抵2枚入れるから。北ちゃんの上が来ても北ちゃんは腐らないからだし、人権来たら終わるとか言ってるやつはビコペとかも貫突してないと言ってることおかしい。無課金でも15万石はただ石掘れてるからな。お得セットだけ買う美課金でも SSR 何枚かは貫突できてる。ちゃんと引くべきガチャわかりやすくしてるし、北さんライス代理貫突あれば廃課金と変わらないキャラ作れるんだわ。4点で用意できるレベル、美課金でも廃課金とデッキパワー変わらないのが現実だよ。オールカンスとしても UG とか無理そうだな。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。